はい、というわけでございまして、ここからはね、忍術の座学の部分に移らせていただきたいと思います。で、忍術っていうのは基本的には敵地に忍び込んで情報収集がメインになってくるので、こういった道具の扱いっていうのは重要になってきます。火薬で火をつけたり、火を保持したりですね、それからどこかで穴を開けたり、鍵をこじ開けたりということが忍びの実務になってくるんですね。実際戦闘で強いっていうのは二の次三の次なんですね。必要な教養ではあるけれどもマストじゃないんです。それでも気づかれないで入り込んできた方が絶対いいし、敵と戦闘にならずに仕留めてしまった方を持っているんですね、はい、だからそこに戦闘技術はあんまりいらないんです。そう、戦えないような弱い人がそもそもそういう任務につけないので武術はマスト。そう、純度高いんじゃでも言ってたんで、はい、気になったんですけど、はい、こういう形なんですか？こういう形で、これ天然のもので、天然、そう、沼に入っています。これ水草で、本当に湖面一面これの葉っぱがブワーッと繁茂するんですね。で、こういう実をなるんです、ね、昔の人、鉄をこうやってたの、そんな技術がすごいなと思ってたんです、はい、そうじゃなくて、はい、あ、鉄もね、あります。あ、鉄を作る方法もあるのと、竹で作ったりもするんです。まあ、一番手っ取り早いのはこういう形の天然物を集めちゃうのが早いですね。これは乾燥させてこうなるってことですか？もともとこの硬さでぷかぷか浮いてるんですけど、乾かすとこういう感じの硬くなる。これは現代でも浮いてるものなんですか？私がこうやってきたもの。去年取ってきて自分家で泥の水を取ってですね、洗って歯ブラシで磨いて、でこう出してる。すごい、今度取りに行くとき誘ってください。あ、ぜひぜひ、人手足りないので、行きたいですね、はい、でもぜひお願いします。塀登るときに、そうです、塀登るときに、で、アクションをやってらっしゃる方だったらすぐご理解いただけると思うんですけど、この縄で全体じゃ預けるってかなり怖くないですか？うん、絶対嫌ですよね、うん、なのでやらないです。本当は手がかり足がかりといって、何か登るついでに横にあったらちょっとこう体重一瞬預けたりとか、足かけといて登るような、そういった感じで、これにピャッとそのままはちょっと怖いので、そういうことをする場合はもっとぶっとい縄を使って実際はやるんですね。で、鍵ももっと大きいんです。船の怒りみたいなのを使うんですけど、こういう簡易的なものはちょっとこう降りる時のないよりはマシぐらいの手がかりとして用いたり、あと昔からこういう縄だったんですか？縄ですね、麻縄とかを使うんですね。これは現代のものですけど、鍵は昔に作られた。あとはこれ敵に引っ掛けて捕らえる早縄といって、こう縄をかけていってどんどんこう捕獲してしまうという技術ですね。あとこの縄を使ってテントを使ってサバイバルの野営をしたりとか、罠を仕掛けたりとか、さまざまに用いるので、この鍵縄。鍵はですね、私が鍛冶屋さんに頼んで鉄で打ってもらったものなので、かなり強いですね。すごいよこれ、やばいよ。えい、やられる気はしてたけど、はい、これ実際にこういうので体重預ける稽古をしたことない人は、あ、これで登るんですよねって言うんですけど、分かってる方が見ていただければ、これは無理だよってなるじゃないですか。嘘ってなってなるんですけど、やってみるとやっぱりこれでは無理です。これで攻撃したりもする？します、攻撃したりもしますし、これ畳を上げたりとか。なるほど、見たことある。キシッ、あれ畳ってバーンっていうのは、あれ実際は結構難しくて、こういった道具を手の内に仕込んでいて、ガッてかけてあげるんですよ。難しいってことはできるんですか？どうでしょうね、そこはロマンを残して。この編み傘は忍術、結構いろんな伝承に出てきます。必須です。マストアイテムと言ってもいいと思います。外からは忍相が分かりづらい、で、内側から伺い知るには良い。これ見えてるってことですよね。そうです、内側から。で、別にこう横目でチラッと見るのが十分ですよね。で、そっちからなんとなく人相が分からない、はい、あと内側にこう自分のですね、密書というか暗号を書いた文章などを隠していって、身を改められてもですね、もっとないよってことができないですね。実はこれ隠して、この布の裏とかですね、そういうふうな隠し場所にもなっている。で、潜入して密書を書くのにこれです。密書を書くということは筆？そうです、矢立てっていう道具で、筆箱です。矢立てってこれなんだ。矢立て、はい、矢立てこれです。はぁ、これでサラサラとってかっこいい。ここに墨を入れておいて、筆を入れて、はぁ、携帯します。昔ね、ボールペンあったらみんな使ったでしょうけど、ないですからね。はい、初めて見た。矢立てってこのことなんですね、はい、初めて知った。へぇ、わぁ、かっけぇ。これ普段持ち歩きたいよ。ちゃんちゃんと、ちゃんちゃん、いや、やめろ。
でも今もこれかけるんですか、この状態。水で濡らせばその中、牧汁がもう乾いてるので、あ、はい、薄汚れたじいさんのふりをなりとかやるのに、炭とか持ったりとか灰とかでこう顔をこう汚すんですね。で、こういう編み傘とかかぶって、こういった手ぬぐいを深くかぶって平等を持っていてごまかす。これは忍びの検証術。中は何が入ってるのかというと薬。そうです、薬です。もちろん陰謀というのは薬でのことなんですね、はい、主には腹板を。でもハッツァンがね、よくね、お腹痛を起こすんですよ、ミトコン。で、この中に、カクさんとかスケさんがいつも薬を入れて、ハッツァン、しょうがないな、ご隠居をお団子食べていきましょうよ。まあ、こういう丸薬みたいなですね。あ、三重構造になっているものとかが多くて、いろんな種類のものが入っています。で、こういうふうに紐を引っ張って、蓋を閉じて根付けで止めるというような形。陰籠、はい、まあ、薬のことですね。内丈って言います。内丈は火を保持するための道具です。この中に火縄が入っています。おきびですね、あの炭のこうまだ赤くなってるようなものの中に入れて、要するにいちいちこう火を起こしてらんないですね、現場で。なので起こしたものとか火縄を入れて保持して携帯して持っておくと。これ外出しておくと、この長さだともう10分もたないですけど、中でと15分20分ぐらい持ってます。で、消えそうになったところに、まあ、継ぎ足す場合なんですね。そっかそっかそっか、ね、継ぎ足しね、うん。手ぬぐいはあの顔を隠す、あの忍者のこういう覆面みたいなのもこれで顔を覆って作りますし、傷を負ったら押さえたり、はい、泥水をこして飲んだり、さまざまに落ちる。で、この色が大事で、これ素黄染めっていう染め方になるんですけど、これ抗菌作用が強いので泥水をこしてもまあ多分壊すと思うんですけど、まあ、やらないよりマシっていうのは。ああ、なるほど、はい、こういったものでこう顔を仮にこう覆ってると本当に分かんないですよね。もう分かんない、全然分かんない。これが忍びの武具です。武器とかじゃないんですね。そうなんです。実は忍術伝書に武器の記載というのはほとんど出てこないのが原因です。もちろんあの武芸に関する教えも中には出てきます。で、こういった刀持ちなさいよとか、こういった隠し武器あるよっていうのはあるんですが、大前提としてはこういった道具を持って敵地に紛れていくというのが大前提。この忍び六具の教えは小人気という忍術名称に出てきます。小人気、漢字はどんな、正しい忍びを記すとかで、小人気紀州藩の忍びの教えの名称ですね。で、これは今度忍秘伝っていう名称に出てくる道具なんですが、火箱っていいます。火の箱で、そこから私が再現して作ったんです。すごい。寸法通りです。で、材質も電書通り、切りでできてます。これはですね、火箱とはその名の通り、火をつけるための箱なんですね。火付け道具を入れておく。これが火打ち紙、はい、火打ち石、はい、つけ木、つけ木、北地、何ですか。これがないと火が起きません。へえ。北地。北地。火の口と書きます。北地。はあ。あとはこういうろうそくとかね。あの。で、この付け木は先に硫黄が塗ってあります。硫黄が塗ってあります。で、これはですね、ガマの穂ってご存知ですかね。あのほとりに生えてるあのソーセージみたいな植物。知らないです。あのちょっとフランクフルトみたいな形した。ポワンポワンポワン。ポワンポワンと、そうですそうです。ガマの穂っていう、あの稲葉の白ウサギのね。傷にこう当てた、あの綿になるやつ、はい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 、はい、あれを黒焼きにしたものです。で、繊維がすごく細かいです、植物の中でも。なんでちょっとした火花でも落ちれば火がつく。で、それを黒焼きにして炭にしたものに、これで火花を起こしてポーッと燃えてるところにこの付け火で硫黄で温度を上げてやると、これに初めてマッチのように火がつくんです。で、それをさっきのこういったのに移したり、ろうそくに移したりするんですね。あと粉を燃やしたりとか。で、やって初めて火が起こせる。ので火起こし大変なんで、ライターがないので当時。火花散ってると思います。はい。こういう感じで。こっちをする。逆ですね。こっちをする。そうです。そっちをする。で、角に角を。動かす方はこっちです。こっちはこっちの。そうですね。こっちをつまんで角っこを出して、こういう角のへりにこれを垂直にこう当てます。そうですそうです。難しそうだね。これ飛ばしそう。ちっちゃいじゃないですか、石が。痛い。指が痛い。あ、来た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 。
え絶対できないよこれ。こっち持ってらんないもん。キュッと詰まります。自分のこんなちっちゃいものなんですか。手をやりそう。もっとちっちゃいのでも。はい。大丈夫さ。とかでも。そんなのね。うわあさすがだな。昔キセルする人はこれでやってたんですよ、ライターないから。この北地ちょっと取って、ピンってやって、でそれをこうタバコの粉入れたそのキセルの先に落としてこうプカプカやってるとこう火がつかます。で一服したら終わりだから、やるたびにこれやらなきゃいけない。なるほど。これをポーチに入れて腰にキセル入れる。でこれ粋だったんですね。これちっちゃいのでやるのが粋。江戸期以降はこの短冊型と言われるもので、で鎌倉時代とかこういったような、おにぎりみたいな形したのとかね、こうねじり型とか鎌倉時代、はい、これが江戸以降形状がこう変わるんです。これは資料からここで再現してちょっとね分厚くなっちゃってますけど、形としてはこんなような形のものが出土してます。当時の木内側三角形してるんですね、はい、このカチカチが現場でできないのでこういった、はい、なるほど、はい、とりあえずなんとなくこういった道具をご紹介すると忍者時代の世界観がなんとなく分かってくる気がするんですよね。だそういう大前提が現代と違うので、ちょっとずつこう道具などの使い方から忍者の言ってること、当時の伝承が言ってることが見えてくるということは、私が研究したり、忍道を通じてお伝えしていると。なんか昔の人になった気がするね。面白いね、知ると。これがクライ。あ、これ。これ最後。クライ。こう掘るスコップが見える。ただこのクライ、これちょっとですね、形はオリジナルになって横が広いんですね。で実際はもうちょっと細いんです横が。これは現代の銃刀法の関係でちょっと細くすると打がないようになっちゃうので、通じできない。なので広くしてこうスコップ型にして、形状を保っている感じですね。でこれの使い方はやっぱり鍵をこじ開けて。穴掘ったり、あと石垣とかに刺して足場を作ったり、いざとなったらこれ投げて戦ったりもできるんですけど、基本的にはそういう工具としての、今でも泥棒は必ずバールのようなもので犯行に及ぶと言いますよね。これバールのようなものがすまさに何でもこじ開けては入って押し入ったら叩いたりとかしてっていうのが、忍びもむすっとも基本的な仕事内容は同じ。同じです。同じなんです。ただ違うのはやっぱりそこの忠義であるとか持ってるその心持ちが違うので、同じような技であってもそれは盗人になっちゃうから、忍びは正しい心を持って仕事をしなさいっていうのが当時の伝承にも書いてあることなんですね。だから本質としては盗人の技と大して変わらないんです。そこの使い方であるということが書いてますね。うわ重っ。いやこれ重いよ。あんじゃびっくりするよ。なに？奈良市の師匠がこうケロッヘッて持ってるけど、ケッケッとかやってるけど、これちょっとね重いっすよ。話すよ。ほら、ほんとだ、ずっしりね。これちょっと ね、女子使いこなせないね。まあ確かに筋トレです。筋トレした女子じゃないと。もっと長いと思うんですね。へえ、結構重いね。いや、やっぱり筋トレ大事だわ。思ってたら金ごぼうとか、本当にバールみたいなものとかも電車に乗ってるんですか。金ごぼうなんて鉄製のごぼうって感じですね。鉄棒ですね。いや、それを切っちゃうかなり重いってことですよね。はい、それでこうなんか腰だけですね。それを持ってあれでしょ、こういうのを持ちながらもさっきの忍び足とかってことですね。そうです、忍び足。いや大変だ。実際この忍びの部分も全部携帯して山で修行とか我々やるんですけど、落っことしたりとか、装備の仕方とかはそういう工夫がいるんですね。あと帯選びであるとか服装の選びとかっていう風になってくるので、実際やってみないことにはなんとなく分かんないんですね。というわけで本日のご苦労様でございました。ありがとうございました。じゃあ皆さんですね、忍道、それから忍術のことをですね、よく学んでくださいましたので、忍道3級認定させていただきたいと思います。ありがとうございます。じゃあ今少々ですね、はい、お待ちしますのでお手伝いください。はい、ありがとうございます。